いちか、大丈夫？ああ、さっきは助かったよ。サンキューな、シャルル。ここでシャワー浴びていかないのか？お前、いつもそうだよな。え？たまには一緒に着替えようぜ。いや。そう、つれないこと言うなって。あ、シャルル？漫画のネタでも考えるかな。あ、忘れちゃった。あれ、雨か。カジマくん、私のに入ってって。私のよ。花というかキノコの大群。いた。何？あれは芥川先輩の衣服。私が直接天中を。その髪型とマスク。皆様、なぜここに？銀？足は八の字に広げろって。八の字。いいってことよ。達人くん、ち。え？あ、やっと。ちょっと待てて、バカっと。ったく、これで風邪ひかれても後味悪いしな。やれやれ、なんで俺が野郎の服を脱がさなきゃならねえんだか。何をやって。女男の制服着て人が誰か誰だ、バカ者。誰？勝ったな。女だと分かってるよ、こんなことには。どうしてお前がそれを持っている。何かご用でしょうか、ご主人様。嘘！嘘！さあ、何でもお申し付けください。いや、俺はそんな変態じゃない。じゃあ、めーって言ってみて。めそう、俺最低な人間だから。俺、翔子のだから。妹さん。じゃ、はあ、やっと逃げられた。あれ、そのまま入っていいのか。ああ、これ水着なんですよ。下にもビキニ着てまして。脱ぎましょうか。え、なんで。あ、いや、そんな物欲しそうな目で見るから。もろで、何かの。ビキニ着たいんでしょ。沈めるぞ、てめえ。俺、期待してるぞ、天然ルーキー。予備の制服はこれしかない。ハルヒ、おい、タオルだ。てんだよ。違うんだ。あ、いたいた。おー、キャー、ゴキブリよ。より早く、ゴキブリ早くここから追い出してよ。違う、ハムゾーはハムスターだぞ。え、ハムゾー。よし。わあ、これは鮮やかでしょ。どうだい。
ってまいりましたメインイベント。続いてエントリーナンバー4。おあれ白金直人。すいませんちょっと具合が。残念だったな幹事。まあいつなりに頑張ったんじゃないですか。ご安心ください。我々スバル様を温かい眼差しで見守る会が撃退いたしました。教えていただきたいことが。どちらが攻めでどちらが受けなのかだけ。負の女子か。あ、堀先輩、野崎くん見ませんでした？いや、こっちも鹿島探してんだけど。何やってんだあの二人。それでは登場してもらいましょう。じゃじゃーん。君を好きになってもいいですか。生まれ変わった菊池誠です。誠くん、超かっこいいな。誠くん。先輩、こいつ俺のなんで気安く触らないでもらえませんか。さらにバイン。血は水よりも濃し、腹水盆に帰らず。僕は羊だ。多少のことじゃ驚かない。俺のファーストキスについての話なんだけど。できることならやり直したいくらいだよ。やり直したい。ああ今からでも。今から。突然だが、今日は転校生を紹介するぞ。入って、つぐみさん。はい。どうぞよろしく。あなた、もういけない。つぐみ。お嬢、お久しぶりです、お嬢。助けて、誰か。やめたまえ。王子様、これって恋かも。王子と。食事を用意した。食べてくれるか。ああもちろん。それじゃあジロ。はい。あうん。待ってたぞダーリン。ハニー。はいダーリン。あいいからほら。あうん。あうん。え、私もか。私は病院へ行った方がいいのかもしれん。部長、私と野崎どっちが可愛いですか。野崎。ジオちゃん。でも私も野崎くんかな。慰めてよ。腹いてトマトのせいか。での喧嘩は厳禁。みんなで決めたことじゃないか。これでよしと。